私は伊藤雄一と言います現在ですね、ユニバーシティカレッジロンドンのポスドクとして、系外惑星の研究をしています、系外惑星の研究を一言で言ってもですね、私はその中でも特に、2000ケルビンとかですね、3000ケルビンある、地球型の系外惑星の、そのすごい非常に熱い岩石の惑星のマグマから出てくる、水蒸気やったり、さらにもしかしたら岩石の蒸気がどのような大気を持っているか、そういう水蒸気もしくは岩石の蒸気でできた大気がどういう風になっているか、さらにそれらがどういうスペクトルとして観測されるかというのを理論的に研究しています。で、その私はその理論研究を通して今後アリエルで見つかる、見えてくる大気スペクトルから、その岩石惑星の内部の組成がどういう風になったのか、でその情報からもしかしたらその岩石惑星、系外岩石惑星の、形成条件はどんなものだったかということが分かると期待されます。それ非常に面白いことで、それは今後アリエルによってどんどん進んでいくと、考えています。